ディズニーランドなど世界的な大企業を作り上げた人物がウォルト・ディズニーであることは有名な話ですが、彼がまたこの名言通り挑戦し続ける情熱を決して失わなかったこともまた有名です。ココウォーズでも開拓に情熱を注ぎ挑戦し続けた結果、広大な土地を農地に変えた人がいます。ウォーズの偉人第3回は農民の父と呼ばれたシーナ・ドーさんのお話をしましょう。シーナ・ドーさんの生まれはニーカー郡小林村、今のナメリカー市あたりです。幼少の折にウォーズ市にあった大熊村へ養子に出され、そこで育ったと伝わっています。最初の開拓は14歳の時、養父の力添えもあり谷川の水を引いて20アールほどの神殿を作りました。そして開拓技術を研鑽しながら17歳の時には 4.5 ヘクタールを神殿開発したそうです。当時は食料も十分に行き渡っておらず、農民の多くは飢えをしのぐ毎日。道さんが住んでいた松倉村大熊でも食料事情はよくありませんでした。そんな状況を変えようと新たな田畑を作り続ける道さんは評判になり、ついに加賀藩の命を受け、今の黒部市にある十二間の大地の開墾に取り組むようになりました。大地を開墾するには用水を引くことが絶対条件、しかも険しい崖のある難しい工事です。けれども道さんはたった2年間で24キロある12管の用水を完成させました。しかも用水の工事と神殿開発を同時に行ったというから驚きです。現代に勝るとも劣らない正確な技術は今においてもどうやって習得したのか分かっていませんが、道さんが高度な土木技術を持っていたのは間違いないでしょう。その後道さんは越中から加賀能登などの広範囲で開拓を続けます。安政5年69歳で亡くなるまでに1200ヘクタールもの農地を開墾し、多くの農民の貧困を救ったそうです。中には土砂崩れや資金難から中止されているような難しい工事もありましたが、諦めない不屈の心と創意工夫を重ねていくつもの用水や神殿を完成させていったのです。しかも彼は片足が不自由でした。その状況に見えることなく、褒美を貧しい人に分け与えながら開拓を続けたそうです。そうして道さんは農民の父として尊敬を受けました。今も椎名道さんの作った用水は黒部川に沿うように流れ、田畑を潤しています。近くを通ることがあったら思い出してみてくださいね。それでは今日はここまで。またお会いしましょう。